皆さん、毎度おかりんです。それでは早速ゆる雑始めていきたいと思います。ね、感謝することについてお話ししていきたいと思います。感謝する、まあそのままの意味なんですが、感謝する、うん、いいことだけに感謝するのではなく、悪いことがあっても感謝するというか、どんなことがあろうと、感謝をするということです。それがただ、単にね、口先だけでもね、感情がこもってなくても、上っ面だけでも、感謝してください。ずっとそれを続けていると、次第にね、心が、こもって、ちゃんとね、思いを、その心の底からね、ほんまに感謝できるようになってきます。なのでね、ぜひ、感謝はしてくださいということです。まあまあまあ。この前やったらもうあまりにもちょっと短いのでもうちょっと喋りたいと思います。まあそういうことなんですよ。だからね、感謝してると、感謝するされる現実が来ます。逆に感謝ねしてないと、感謝されません。ほんまに誰からも、ほんまに。なのでね、感謝はしてください、ほんま、うん。だからもう何があっても感謝ですよ。例えば嫌なことがあったとしても、それは自分のために起きてるのでね、むしろ、起きてるし、その自分が選んだからその現実が来ていると。だからその学びにありがたく感謝すると。もちろんいいことがあったとしても、その感謝をすると、こんなご褒美ありがとうございましたと、うん。であとはね、そのまあ全てのことに感謝なんですが、あと一番していただきたいのは、まあ、ご飯食べるときですね、うん。ご飯食べるときはね、絶対感謝してください。これね、動画でお話ししたんですが、ゆるだつの動画でお話ししてるんですが、私たちは、他のね、命をいただいて自分の命を、維持できているのでね、うん、だから食べ物食べへんかったら死んでるから、この肉体維持できてへんから、他の生物の命をいただいて私たちは生かされてるわけやから、まあ、感謝するのは当たり前のことなんですよ。もう当然なんですよ、ほんまに、うん。だから当たり前のように食べてるけど、なんで食べれてるかと、これはどうやって食べれてるかということですよ。その生き物がおれへんかったら食べれないわけなんですよ。なので、それがね、いかなる食べ物であろうと、感謝は忘れないでください。あと、あれですよ、ご飯食べる前にね、ちゃんと感謝するんですよ。すべての、生き物に、すべての生命の命に感謝いたしますと。でね、あとね、食べ物の神様っていてるんですよね。その食べ物を作ってくださった神様、受け持ち神、月読みの御事、あと豊受け狼が食べ物を作ってくださったんですよ。なのでね、この3人の神様には、感謝してください。まあ全ての神、うん、そうですね。あとね、セオリツ姫にも、感謝してください。うん、セオリツ姫は、このね、世界を、作ってくださった、神様なんですよ、うん。私の大好きな、セオリツ姫、セオリツ姫こと、天使様、うん。なのでね、ご飯食べるときはね、その命とね、神様に感謝してください。それと、どんなことがあろうと感謝です。うん、例えばその物をね、手放すときもね、今までありがとうと感謝してください。うん、私には必要なくな、私はもう必要ないので、卒業しますと、今までありがとうございますと、そのものを捨てるときとかもね、もう感謝してください。あと悪いことがあっても、感謝、それは自分のために起こっているし、自分が学ぶために、起きているのでね、もちろんいいことがあっても感謝してください。
それがどんな些細なことであろうと、うん、あれですよ、結構ね、こう親しくなると、そのあんまりね、その感謝の言葉って伝えることがなくなってくるんですよね。例えば家族とかでもそうやけど、あまりにもその距離が近くなると、そのなんか当たり前になってくるんですよね、うん、でもね、当たり前のことなんてね、何一つないんですよね。もうそう思った時点でもアウトです、まあ、はっきり言って、うん、もうほんまですよ、あの当たり前と思った時点でアウトですよ。その当たり前と思った時点で、その自分にとっては当たり前の現実が来るので、うん、当たり前ですけど、うん、だからもうそのまま思った時点で自分ももう、感謝されません、誰からも、マジで。そうじゃなくて、どんだけね、親しい関係であろうと、もう夫婦であろうと、家族であろうと、恋人であろうとね、友達であろうと、もう関係ないです、うん、どんな些細なことでもちゃんと、感謝してください。ほんまにもう感謝ってめっちゃ大事なんですわ。あのほんまに感謝のことがめちゃくちゃ大事なんですよ、うん、で感謝ってほんまにね、エネルギーがすごいんですよ。そのありがとうと、その言葉のエネルギーというのはかなりすごいんですわ、うん、なのでね、そのね、些細なことであろうと、どんだけね親しい関係であろうと感謝してください、うん、あと食べるときね、食べるときも、感謝してください、その食べ物と、神様にね感謝してください。ということで、今回はここまでにしておきたいと思います。ありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いします。目指せ世界トップ YouTuber& この国のトップ。それでは次回もお楽しみに。またね、バイバーイ。